ICT 分野において破壊的価値を創造する。奇想天外でアンビシャスな技術課題に過去67組が挑戦してきた。そんな破壊的チャレンジャーを紹介する番組、奇想天外でアンビシャスな変な人を求む、イノベーション。奇想天外でアンビシャスな変な人を求む、イノベーションよ。どうも、あなたの心のイノベーション、小坂大魔王でございます。さあ、というわけでイノベーションの推進大使でございまして、今日はですね、こちら人んちです急に今日人んちでやってまいりました。ここでですね、何をするかと言いますと、このイノベーションプログラムというのがございます。このイノベーションプログラム、奇想天外でアンビシャスな、まあ例えば変な人ですよ。変な人の発想とか技術をもう官民一体っていう、まあ、国とかそこら辺と我々民間と一体になってサポートしようというプログラム。変な人の何もないとこから0から1、これがね難しいんです。1から9はね意外とみんないけるんですよ。これ何かというと、発想をでかしてから形にする、これが一番難しいんですよね。この01の失敗を恐れないという、こういう挑戦を応援していこうというわけでございます。さあ、この番組でございますが、過去イノベーションプログラムに挑戦した変な方々をゲストにお招きしてですね、私は実際にその変な技術をですね体感しまして、変だなーっていう番組ですすげーなーっていう番組です。そんなわけで、この第1回目の変なゲストでございます。うんこです。うんこと美少女ですね。うんってしたんですね、それもまたうんなんですが、大腸がんの早期発見を目指します、スマホアプリうんこれで、イノベーションプログラムに挑戦しました、株式会社オムニヒール代表取締役で、おうちの診療所の医師ですね、秋葉原内科西部クリニック、石井陽介さんです。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかいっぱいありましたけど、覚えてるのはうんこですよ。すいません、それだけですよね。うんこの人ですよね。うんこの人です。お笑い芸人に昔うんこマネーでいたんですけどね僕それを思い出すんですけども、石井さんの普段何してるんだろうと。あ、そうですよね。もうまずね、ずっと映ってますよ。はい、これはうんこですよね。違います、違います。これ一応チフスキンっていうキャラクターなんですけど、チフスのメアリーっていうですね、元ネタがあって、このメイドさんが食べ物出してたら、そのメイドさんが実はチフスを持ってて撒いちゃったみたいな、その元ネタがありまして、メイドさんが撒いてる。これ何かの食べ物、そう、食べ物、肉を経由して撒いちゃったっていう、腸だったりそこら辺だったりとかいうところの感じの、なんか一種インパクトがボンってあるんですが、その分やっぱ何だろうっていうふうにやっぱ目を引く、やっぱその辺がいいんですけども、普段石井さんは何者なんだと。僕実は本業は医師をしておりまして、お医者さん、もともと消化器外科医っていう、その大腸がんとかを専門に扱う、あ、まあ、医師をして、今は在宅診療とかでがんの、まあ、終末期の患者さんとかを主に見させてもらってますね。大事な仕事ですね。はい、なんでこの経緯、このうんこれを作るところまで行ったんですか。はい、大腸がんの患者さんがですね、僕の目の前にもその手術してくださいって来た時に、まあ、結構手遅れになっちゃってるステージっていうのがまあ進んで、ステージ4っていうのになっちゃうと急にその死亡率が上がっちゃうんですけど、なかなか早く見つからないと。でお腹の病気ってなかなか症状が出にくいっていう特徴があって。そうですか。でどっからその症状が出てくるかっつうと、うんこからなんですよね。うん、なるほど。で、もっとうんことかを見てもらって、うんこの変化がつまり症状なんで、うんこの変化っていうものをもっと知ってもらいたいなと思ったんですけど、もっと自然とうんこに関心を持ってもらえるみたいなことは何なんだろうなっていうのを、まあ、ずっと考えていて。石井さんじゃなくて美少女だと。そうですもう十分やばいですけどね。どっちみっこやばいんですけど、うん、症状としてはやっぱりうんこから出てくるっていうところですね。またそれやっぱりうんこ、つまり便ですね。はい、この便は大腸がんにとってはものすごく重要。どういうふうに変わっていくんですか。あ、そうですね、簡単に言うと大腸ってその筒の中にこう便ができてきて、筒を通っていくと思うんですけど、そうですね、筒の中に大腸がんってこうちょっとずつ大きくなって出てくるんですね。あ、筒が狭まってくる。そうなんですよ、狭まってくるんで、そこにやっぱ突っかえ出すというところで、やっぱ便秘になっちゃったりとか、便が細くなってくるんですよ。通過するんで細い便が出てきたり、がん細胞って少し弱いんで擦り上げてくるときに血が混じってくると、で血便とかが出たりとかで、
で目に見えないぐらいの血便をチェックするのが検便の便潜血検査ってい ういうことね、大腸がんの検査なんですよ。でもちろん病院に来てもらうのはベストなんですけど、ちょっと便秘気味だな、あれなんか俺血便かなぐらいの人は、本当にこのうんこらやってもらいたい。そうですね、そういうちょっとずっとログとかを取ることでやっぱ変化ってなかなか気づけないと思うんですけど、そうですね、平熱みたいのが分かっている、平便みたいな、平便なんかあるとそこからこのズレっていうか、いいですね、平便、基準みたいのがうんこに対して僕らないと思うんですよ、確かに普段こんな感じっていうのがね、そうなんですね、それがこのログをつけることでアプリでつけれるよと、つけれると。その中で、この我々がこうずっとやっておりますこのイノベーションプログラム、このイノベーションプログラムにこう挑戦を行ったという経緯がどういうところなんですか。これで私ですね、多選なんですよね、あの自分で申し込んでなくて、あ、そうなんですか、気がついたらあの最終選考会に来てくださ いジャニーズじゃないですか、ジャニーズジャニーズじゃないですか、お姉さんの、ちなみにあの誰が応募したかわからないっていう、あの一番すごいジャニーズのパターン、まあ、逆に言うと自分が、まあ、それこそ異能とかって別に思ってなかったんですよね。あの石井さん見て分かります返事は返事っていうか、だからやっぱり新たな着眼点ですよねっていうことなのかもしれないです ね、こうなんかこう先行されて挑戦してみてどうか変わったところとかございますか。僕自身の生活自体が変わったとかは特になかったんですけど、実際その支援を結構してくれたんですよ、そのこういうプロモーションじゃないですけど、あのしてくれたりとか、ちょっと開発僕らその全部実はボランティアで作ったんですよね。え、ここまでですか。そうなんですよね、会社とかで作ったわけじゃなくて、実は最後の壁がアプリ通すときにうんこ禁止だったんですよ、実はアップルが、ワードがね、ワードがで、あの、うんこを突破できなくて、でそれをちょっとその実はイノベーションっていうのに僕ら通過されてまして、ジャパンでは評価されてると、なるほど、いうことをアップルに言ったんですよ、本国アップルに、通ったんですよなるほどねで、それがイノベーションの一番最大ありがたかった、なんかお墨付きじゃないですけど、日本ではイノベーティブなんだと、いうことを評価してもらったっていうところが一番助かったところかもしれないですね。このクオリティ、はい、でこっから次なんとアプリ作っちゃったじゃないですか。ああ、そうですね、はい、このアプリとても興味があるんです、はい、なんで続いてのコーナーこちら行ってみたいと思います。はい、あります、イノベーション推進大使小坂田今王が技術を体感しちゃうのコーナー、はい、このアプリ名は何というアプリ名なんですか。これさ、あのうんこれですうんこれうんこれです。ゲームとしてはあのタップゲームの RPG のタップゲームなんですけ ど実はその裏にそのさっき言った便の報告っていうのをずっとしてほしいって思いが隠れていて、まあ、なんかゲーミフィケーションとかで歩くアプリとかあると思うんですけど、まあ、それを、まあ、その便を見てもらうってことに使わせてもらったっていうところですね。では早速このうんこれやってみたいと思います。はい、さあありがとうございます。がもうでも言ってるからホーム画面ですよね今。はい、そうです。ここもデザインが素晴らしいですね。ありがとうございます。この後ろのこの壁画のようなものはまた何か、ちょっとねサイズ調整なんですけど、実はそれをね、あのただ壁画もあのうちのオリジナルの壁画で、あのうんこにまつわる壁画になって、やそうですよね、なんかそれがトイレとかのトイレとか実は、はい、いろんなものの形になってて、こういうところ、ここら辺に今日見てる人たちはここら辺にやべって思ってると思うんですよ実はアルファベット対応になってて、実は言葉になってるんですよそうなんすか、はい、そんなとこ誰も見てないのにそうなんですよ面白い。さあこの中で、キャラクターの世界観、これはなんかどうちょっと解説してもらうと、はい、ですね、はい、あのウントピアというトイレの向こう側の世界に主人公である、小坂大魔王さんが流されたというところからスタートになるんですね。これじゃあトイレの中なんですね。トイレの中という最初そのオープニングがあって、そこでこのホーム画面になるんですけど、でそこからクエストがスタートしていくっていう形で、まあ、クエストを、まあ、例えば教えてもらうと普通のゲーム画面になります。あ、本当だ、これウントピア、実はこれ大腸を模した地図なんですけど今そこにあるダグラスってところはですね、あの、はい、直腸のあたりなんですけど肛門近くですね、はい、肛門近くが旅が進んでいくっていう感じで、でそのダグラス、まあ例えば進んでもらうと、はい、まあ、そのエミリーちゃんっていうですね、はい、ペンアンちゃんっていう子が主人公の物語がスタートされますね。はい、で第1話、まあ早いですね。あ、そうだ、ありがとうございます。アプリもサクサクです、はい、で宿主さんっていうのが小坂さんのことですね、主人公のことです。お、声優さんとか、あのこれもボランティアで全部プロの声優さんがちょっとお手伝いしてくれてですね、はい、フルボイス、いいんじゃんこんなのフルボイスは制作費超高いですからね。超高いですよね。そうなんですよ、無料で作らせていただきました、 ありがたいことに。私ずっとあなたにお会いしたい。
の BGM とかもあのフリー素材じゃなくてオリジナルで皆さん作ってくれて、これだから石井さんの熱意でしょうね。まあ、結果的にあの大腸がんのこと伝えたいんだっていうとって、ね、やっぱ熱弁でしょうね。熱弁がですね、やっぱりね。重症の方をもしやってもらってもひょっとしたらいいかも。めちゃくちゃ難しいんですけど、ちょっと試してもらって、簡単にならないかもしれないですけど、はい、まあ、いっか、ちょっと一回ちょっとじゃあもし治療開始くだらな、最高やべやべ、めちゃくちゃ難しいじゃん、めちゃくちゃ難しいじゃん、これめちゃくちゃだよこれやばい、これもギャラから一緒に早めに打っとくって言ってもらうかもしれない。うわやばいやばいやばい、全然ボスに攻撃できない、やばい、くそ、うわやべ、あ、なんか、あ、1人落ちた、くそ、あーやばい、やっぱりこれ4人だと、あ、そうですね、ちょっとこれ難しい設定になってて、重症は結構そうなんですね。でまあ、重症になる前に倒そうねっていうちょっとメッセージも込めてますね。面白い。重症だけめちゃくちゃ難しくなってるんですよ。何よりもこういう系のゲームってよくあるじゃないですか。あの、はい、ちょっとあの ものを知ってもらう、あの子供にあの、危険を察知するんですけど、ね、ここまで本格的なゲームは何ですか。このアプリは課金の代わりに運行を報告することで、クエストに有利なアイテムをゲットできます。日々の報告で自分の普段の便平便を知ることができて、ゲームを楽しくするから必ずチェックしよう。ここからですね、ちょっと本日の大魔王判定という、はい、もう孫うことに星3つです。あ、いただきました。これは素晴らしいです。星3つです。もう天才だと思いますよ。あ、いや、ありがとうございます。本当に医者なんてやってる場合じゃないですよ。本業ね。いやいや、本当にこれは素晴らしいと思います。医療のために作ったものなんですか、ね、一応まさにこれが医療に向かっていくってことが大事ですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、このうんこれ、このアプリの今後の展望についてちょっと教えてもらえますか。はい、ようやくリリースされまして、うん、まあ、半年ちょっと続かしたところで、うん、今うんこのデータが大体36万データぐらい詰まってるみたいで、一応なんか目指せ100万データみたいなところでやってみたいなと思ってまして、はい。そっか、今までそんなデータを取った人いないでしょ。そうなんですよ、うんこビッグデータが今、うんクラウド、うんクラウドが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 構築されようとしてるん でそれが一応なんか例えば内視鏡のその後の僕らが持ってるデータとかとつながったりとか、なるほど、内視鏡の本当のデータとこう合体させるみたいなことを今構築してます。石井さん、本当にありがとうございます。いや、本当に感動しました。はい、はい、ありがとうございます。石井さんからちょっといろいろと番組の感想等々、あと、まあ、見てる方にメッセージとかもあればいいなと。あ、どうでした今日は。そうですね、まあでも小坂さんと話したことがイノベーションを取って一番良かったですね。嬉しいな、嬉しい、もう本当。あと見てる方、きっと今から応募したいっていう方もたくさんいると思うんで、メッセージ石井さん、はい、もありましたらお願いします。はい、僕もイノベーションを受賞させてもらって、まあ、本当にそのアップルの審査を通してもらったりお金もらえたりとかもいろいろありました。で、何より今日はあのクリエイターの先輩である小坂さんにいろんなお話を裏で実はいろいろ聞かせてもらってですね、とても勉強になりました。本当にいろんな出会いを作ってくれたのがイノベーションだと思いますので、なんか買った肘張らずというかですね、異能だって自分で言うのちょっと恥ずかしかったりするかもしれないんですけど、気軽な気持ちで新しいことしてるぞとか既存の枠では評価できないっていう人だと思うんですよね、うん、なんで既存の着度には乗んないけど、これは絶対世の中に知られた方がいいっていうものがあればぜひ応募したらいいんじゃないかなと思っております。はい、もうエンディングでございますが、さあ今年のイノベーション、6月から募集も始まりました。イノベーションプログラムの応募要項でございます。2部門ございます。破壊的な挑戦部門と、ジェネレーションアワード部門でございます。さあ、この破壊的な挑戦部門というのは、支援額の上限が300万ですね。こちらが資金としまして、1年間 ICT 分野における新技術開発の挑戦が行えます。卒業後イノベーターと認定されますと、地球規模の展開に対する支援が受けられます。そして、もう一方ジェネレーションアワード部門は ICT 分野におけるあなたのちょっとしたアイデア、こだわり、そういうふうな技術をですね、発見し、実現したい課題を思いもよらないような使い方をしてくれる協力協賛企業各社による支援が受けられます。簡単に言うと大人がつきます。
で、表彰にノミネートされた提案は、協力協賛企業と、協力しましてですね、実装実現、まあだから実際にやりましょう、そういう目指す機会を、設けられまして、受賞すると、分野賞副賞としましてまず20万円と、および、企業特別賞なども提供されます。昨年度は223件あったわけですね。はい、さあ俺も募集したい、募集資格でございます。年齢制限ございません。地球上において個別連絡先が存在する方って書いてありますね。だからもう宇宙に行って個別連絡先がない人は無理です。はい、地球に行って個別の連絡先が持っていれば OK。 国籍、移住地、もう全部問いません。誰でもチャンスがあります。期限は今年の8月の2日月曜日、日本時間の18時までというふうになっております。はい、というわけで、今日はゲスト石井さんでございました。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。